ではありませんのね。頑張りましょう。ここが魔王が潜伏していると思われるダンジョンですわね。また以前のように大量のモンスターに襲われる可能性もありますし、気を引き締めていきますわよ。はい。みんな頑張ろうね。攻めますわ。よろしくて。シレットスピア。次は誰ですの？私のファンですね。ミラージュダンスです。やったー！はーい、勝ちました。えい、えい。えい、油断しましたわね。みんなまとめて串刺しですわ。本気でいきます。ミラージュダンスです。やったー！私たちの勝ちです。油断しましたわね。シレットスピア。チェックメイトですわ。私のファンですね。ミラージュダンスです。やあ、次。誰にしようかしら。この怒涛の槍があなたに見切れるかしら。チェックメイトですわ。私の勝ちですわね。一体何が入っ、あ、これいいかも。金の元が出てきましたわね。シレットスピア。チェックメイトですわ。任せてください。ミラージュダンスです。やあ、次。はーい、勝ちました。you
的なアイテムですわ。あ、これていますの。みんなまとめて串刺しですわ。キャー、チェックメイトですわ。楽勝ですわ。私に勝てると思っていますの。レイニーラトナピラで決めますわ。私も甘く見られたものですわね。私の美しさに。華麗に。しようかしら。シレットスピア。キャー、キャー、私の番ですね。ミラージュダンスです。キャー、私にもできた。私たちの勝ちです。
私にかかれば。先手必勝ですわよ。シレットスピア。私も甘く見られたものですわね。私の美しさに。私にかかれば簡単な条件です。ようやく華麗に。私にかかればか。
私の相手ですの。シレットスピア。チェックメイトですわ。私の勝ちですわね。私に勝てると思っていますの。みんなまとめて串刺しですわ。私の勝ちですわ。レベルアップですわ。跳躍。見つけましたわよ、魔王。やはりその名の通り、なんて醜く禍々しい姿なんですの。ベールさん、これ魔王じゃありません。ゼロ次元にいたモンスターです。それは間違いないんですの。全く同じ個体ってわけではありませんが、私とお姉ちゃんが戦ったモンスターと同じ種族です。けどどうしてゼロ次元のモンスターが。ならそれは倒した後に考えればいいだけのこと。今はリーンボックスに害をなすそいつを倒すことが先決ですわ。狂乱怒涛の槍、受けてみなさい。
ミラージュダンス。私のターンですわ。さあ、お行きなさい。やるしかないんですね。切り裂け、パンツァーブレイド。行くぞ。私のターンですわ。あなたにこれが避けられて。やるしかないんですね。高速剣舞ミラージュダンス。さて、何をしましょうか。さあ、お行きなさい。あなたにこれが避けられて。迷いはありません。パンサーブレイドで歪みを断ち切る。ここで終わりです。女神候補生だって、いや、レベルアップです。討伐完了ですわ。この程度の強さではネプギアちゃんの言う通り魔王なんかではなさそうですわね。つい倒しちゃいましたけど、これどうしましょうか。口で魔王ではなかったと言っても信じてくれそうにありませんし、持ち帰るしかありませんわね。この気持ち悪いのを持って帰るんですか。ご冗談を。こんなもの触れたくもありませんわ。連絡を入れて取りに来てもらいましょう。そして利用できるものなら利用させてもらいますわ。まさかこうも早く魔王を捕まえられるとは。さすが女神と女神候補といったところか。当然ですわ。まさか本当に魔王だって信じるだなんて。ネプギアちゃんしか正体を知らないのですから、あれを魔王だと信じて当然ですわ。ご本。なんだ。まさかとは思いますが、魔王を捕まえたのに礼の一つもないということはありませんわよね。なるほど、褒美が望みか。ならば望みを言え。この度の活躍を称え、何でも好きなものを褒美としてやろう。にやり。今あなた何でもと言いましたわね。ああ、リーンボックス中、いいえ、この世に存在するゲーム業界中のゲームの初回限定版を店舗特典付きで全て望みますわ。もちろんコンシューマーだけではなく、大人にならないと遊んじゃダメなゲームやオンラインゲームのパッケージ版も全てですわ。ベールさん、何自分の欲望に忠実なお願いをしているんですか。もしお礼に何でもって話が出たら、リーンボックスって話し合いましたよね。何を勘違いしていますの、ネプギアちゃん。もちろん今のは冗談ですわ。冗談、軽いジョークですわ。ジョークに聞こえなかったんですけど。敵を欺くにはまず味方からというじゃありませんの。こういう時に使う言葉じゃありません。騒がしい連中だ。リーンボックスなど欲しいのならくれてやる。え？ええー！
本当ですの？魔王を捕獲した今、この国や今の立場にこだわる理由はない。あとは君たちの好きにするといい。やりましたね、ベールさん。まさかこんなにもあっさりリーンボックスを取り返せるだなんて思いませんでしたわ。これで、これでようやく私の悲願が叶うよ。いいしょ。いいしょ。失礼するよ。S 社、魔王のことで報告がある。なんだ、言ってみろ。まずは魔王の状態だが、気絶ではなく、すでに死亡しているようだ。なんだと。行く。そしてその魔王の体組織を調べたんだが、オイラの舌が普通のモンスターだと告げているんだ。どういうことだ。それは魔王ではなかったということか。魔王であって魔王ではないのだろう。つまり私たちが魔王だと思っていたのが、魔王と呼ばれていただけの普通のモンスターだったということか。だろうね。そういうことか。ちょっと S 社、どこに行くんですの？どういうことだ。あれは魔王ではなかったのか。怒らないでほしいな。あれでも昔は魔王と呼ばれて恐れられてたんだよ。騙したの？騙すも何も、勘違いをしたのはそっちじゃないのかい？それで君はどうするんだい？時間がないんだろ。ならとっておきの方法を教えてあげる。その代わり代償は高くつくけどね。